はい、皆さんこんにちは。今回は商品車のメルセデスベンツ CLA の紹介をしたいと思います。こちらの車は平成30年式、距離は27,000km、カラーはホワイトになります。こちらの車は年式も浅く、状態も非常にいい1台になります。さらにゼウス製のホイールとエアロを装着していることによって、インパクトの強い外装になっています。それでは順番に見ていきましょう。ゼニスチャンネル。はい、ではまずフロントを見ていきましょう。グリルなんですが、ダイヤモンド型のドットパターンになっています。それを分断するように分厚いメッキラインが入っています。ライト類はこんな感じです。ウインカーは上部が点灯しています。フロントバンパーだけでクリアランスソナーが6つついています。安全面もバッチリです。そしてこちらの CLA にはゼウススポイラーが装着されています。はい、続いてサイドを見ていきます。ガラスの周りはメッキで覆われているようなデザインになっていて、リアガラスに関してはプライバシーガラスになっています。ドアノブはメッキとホワイトのツートンデザインになっています。フロントからリアフェンダーにかけて2本のキャラクターラインが大胆に入っています。そしてタイヤサイズは225/35/19、ホイールはゼウス製の5本スポークのものを装着しています。中にはロゴ入りのキャリパーが見えます。ホイール自体のデザインもそうですが、これだけ薄いと迫力がありますね。はい、続いてリアです。リアガラスにはスモークフィルムを施工しています。フロントやサイドとは違い、ちょっと丸みを帯びたデザインになっています。それに合わせてテールランプも滑らかな曲線を描く形になっています。点灯時はこんな感じです。中心をウインカー、その上下をテールライトが点灯します。リアバンパーにはゼウスエアロパーツが装着されています。なかなか大胆なディフューザーで、マフラーは左右2本出しとなっています。ではトランクルームを見ていきましょう。中は車体相応といった感じです。左右に網目のポケットがあります。鉱石を倒してもらうことで、より長いものを積むことができます。じゃあ続いてインテリアを見ていきましょう。まずドアを開けていただくと、エンブレムと社名ロゴが映し出されるウェルカムランプが点灯します。ドア上部はソフトパッドになっています。前後移動や背もたれ、高さの細かい調整など、より自分に合うポジションに設定することができます。また設定したポジションは3パターンまで保存することが可能で、こちらのボタンを押してもらうことで保存したポジションに切り替えることが可能です。こちらはやや低反発する素材になっていて、肘置きはソフトパッドです。赤色のステッチが差し色として使われています。その下にドアポケットがあります。では乗り込んでみましょう。車内にも赤色のステッチが至る所に使われています。シートはディナミカのシート地、座り心地はやや固めです。座席は足元がかなり広く作られています。広さが伝わるよう助手席側に座っていますが、175センチの男性が足を伸ばしてもダッシュボード下に足が当たりませんでした。こんなところにちょっとした収納スペースがあります。サイズはペットボトル1つ分ぐらいです。ハンドルは皮巻き、シフトレバーはこちらにあります。メーターはタコメーター、真ん中に様々な情報を表示するディスプレイがついています。中央には純正 HDD ナビ、こちらはテレビ付きです。もちろんバックカメラもついているんですが、広角レンズのように視界を広げることができるので、より広範囲まで確認することが可能です。その下にエアコンの送風口が3つ、中央にはボタン式ダイヤルやオーディオの操作ボタンがあります。こちらの CLA にはハーマンカードン製スピーカーが搭載されているので、
より上質な音でオーディオを聞いてもらうことができます。ハザードの並びにダイナミックセレクトやシートヒーターのボタンがあります。その下にエアコンの設定があります。コンソール付近には収納スペースやディスプレイ操作のつまみ、ドリンクホルダーがあります。こちらには 12V のシガーソケットがあります。蓋を閉めるとフラットになります。コンソールボックスを開けるとこんな感じです。中に USB ソケットが2つ付いています。天井にはパノラマルーフが付いています。開放感が出ることはもちろん、ガラスを開けることで換気に使うこともできます。全席は素材の質感も良く、広さもあるので長距離ドライブにも適していると思います。さらに足元やドリンクホルダーの内側には虹色に光るイルミネーションがあったりと、遊び心も感じられます。続いて後席です。ドア素材は全席同様です。では乗り込みましょう。足元が光るようになっています。広さはこんな感じです。頑張れば拳一つ入るくらいのスペースです。コンソール後部には後席用エアコンや 12V のシガーソケットがあります。座席中央にはアームレストがあり、ドリンクホルダーが2つ付いています。後席はお世辞にも広いとは言えませんが、素材の質感は全席同様なので、上質さを感じながら乗っていただくことはできると思います。またこちらも全席同様、虹色のイルミネーションが各所にあります。思わぬ場所にあったりするので、見つけてみてはいかがでしょうか。今実際に試乗してみてるんですが、ハンドルの遊びはほとんどないです。そして操作感は重ためなので、安定感がありつつ細かい操作も可能になってます。アクセルのレスポンスもいい方だと思います。踏み込めばすぐに50、60キロに到達します。車高が低いのでカーブを切った時の遠心力もあまり感じません。きつめのカーブでも非常に安定した状態で走ることができると思います。今回紹介した CLA はメルセデス・ベンツの中でも一番コンパクトなセダンになります。この小さいボディの中に座席の広さ、質感の上質さ、イルミネーションの遊び心まで兼ね備えた一台になります。外見もゼウス製のホイールやエアロによってインパクトの強い印象に変わっているので、通常の CLA との差を感じながら乗っていただける一台になります。こちらの車は現在当店にて展示中です。気になった方はぜひ見に来てください。お問い合わせお待ちしております。以上、服部でした。